はい、えー、皆さんこんにちは鈴木森生チャンネルへようこそ、えー、このチャンネルでは看護師国家試験に確実に合格する学習方法と、えー、必要な知識について解説をしています、えー、今回のテーマは老咲性狭心症です、えー、最初に虚血性心疾患は生活習慣病であることを説明しますそして、えー、心筋梗塞と狭心症の違いについて説明します、えー、老咲性狭心症の共通発作の特徴について説明し、えー、運動 運動負荷心電図検査と感情動脈造影検査について説明しますえ老作性共心症の薬物治療とその他の治療について説明しえ不安定共心症について説明しますえ記憶に残る復習の仕方早期して保存について説明し最後に老作性共心症に関する国家試験過去問題について解説をしていきますえ拒血性心疾患とは共心症と心筋梗塞のことです どちらも原因は冠状動脈の動脈硬化です狭心症の原因は冠動脈硬化症による冠動脈の狭窄です心筋梗塞の原因は冠動脈硬化部位に血栓を形成して冠動脈が完全に閉塞することですこの図を見てください食習慣運動習慣休養喫煙 飲酒などの生活習慣がその発症や進行に関与する疾患群のことを生活習慣病と言います主な生活習慣病は下に書いてあるように高血圧、肥満、糖尿病、脂質異常症になりますその主な生活習慣病は一つ一つが動脈硬化症のリスクになっています。 肥満もももも高血圧も糖尿病も脂質異常症症動脈硬化症を起こしますこの動脈硬化症が虚血性心疾患の狭心症や心筋梗塞を起こしますし脳血管障害イコール脳卒中の脳梗塞や脳出血を起こしますつまり虚血性心疾患の狭心症と心筋梗塞は生活習慣病に入るわけです。 また、脳血管障害イコール脳卒中の脳梗塞や脳出血も生活習慣病に入ることになります虚血性心疾患の2つを図にしたものです左側は肝、えー、動脈の動脈硬化部位が狭窄、えー、していますから狭心症の図になりますえ右側は肝動脈が完全に閉塞していますので心筋梗塞の図になります 詳しく見てみると一番左側は、えー、肝動脈の一部に余分なコレステロールがたまるプラークができています、えー、ここまでであったら狭心症ということになりますけれども真ん中はそのプラークが破裂して、えー、そこに血栓が形成されていて肝臓動脈が完全に詰まっています、えー、その場合は一番右のように心筋梗塞になるわけです、えー、これは是非覚えておきましょう 動脈硬化部位にはプラークが破裂することによる血管内皮の障害やプラークが邪魔になって血液の流れが渦を巻く血流速度の低下というものが起こります。するとそこには血栓が形成されやすいという特徴があります。動脈硬化部位には血栓が形成されやすい。これはもう絶対に忘れてはいけないことになります。 それでは心筋梗塞と狭心症の違いは今まで説明してきたようにまず心筋梗塞は冠動脈が完全閉塞しているわけですそれに対して狭心症は冠動脈が狭窄しているだけなので冠動脈を拡張することによって一過性の心筋拒絶を改善することができるというのが 老廃性脳心症の特徴ということになります。それでは老廃性脳心症の病態を見てみます。えー、運動時ね別の言い方をすると老廃時は、えー、全身の細胞がエネルギーを作りたいわけですから酸素を要求しますよね、えー。全身の細胞に酸素を送るために心臓は心拍出量を増加させます。 すると心臓の筋肉もエネルギーが必要ですから心筋の細胞が酸素を要求することになりますところが、えー、心筋を栄養するための冠状動脈は狭窄しているために心筋には必要な酸素が来ませんこれを心筋拒絶と言います、えー、心筋拒絶による酸素不足によって共通発作が起こることになります、えー、これがあ 狭心症発作ですけれども、狭心症発作の特徴は、まず、老サによって共通発作が起こることです。この老サは、えー、決して激しい運動だけではなくて、冠状動脈がどの程度狭くなってしまっているかという重症度によって、食事や興奮によっても共通発作が起こります。つまり、食事や興奮も老咲に含まれるわけです。えー 発作性の胸内苦悶を伴う胸痛が起こって胸骨の後部に圧迫感や膠薬感として起こりますその痛みは左肩左上肢左の背部に関連痛も起こします安静によってこの胸痛は消失するので発作持続時間は通常数分以内が多いですまたこの胸痛発作には 感動脈を拡張するニトログリセリン舌下状が有効です、えー、さて、えー、心筋拒絶による酸素不足によって共通発作が起こるわけですが患者さんはその時に、えーね、安静にしますので安静にすると全身の酸素必要量が低下します、えー、すると心臓はあ心拍数量を増やす必要がなくなるので 心筋の酸素必要量も低下します。冠状動脈は狭窄はしていますけども閉塞はしていないので血液は流れるわけですからその心筋の酸素必要量程度の血液は流れるつまり心筋拒絶が改善するために胸痛は消失します。さらにニトルグリセリンの舌下状を投与するとニトルグリセリンが冠動脈を拡張することによって やはり心筋拒絶が改善して共通は消失するということになります。それでは老咲性狭心症の検査について2つ説明していきます。1つ目は心電図です。狭心症では安静時心電図に異常がないことが多いです。そのため運動負荷心電図を行います。運動負荷心電図にはマスター法、自転車エルゴメーター法、トレッドミルテストがあります。 トレッドミル運動負荷心電図はベルトの上を歩きながら心電図検査を行うことです。その際に ST 低下が見られたら、老作性強心症ですから診断がつきますのでその段階で検査を中止します。もう一つは冠状動脈造影検査です。冠動脈造影検査はカテーテルを挿入して え上腔大動脈から左心室または冠動脈入口部まで送り込んで、そこで造影剤を注入して左右の冠状動脈を映し出します。えー、その結果、冠状動脈の狭窄部位がどこなのか、ね、狭窄の程度がどのぐらい重症なのかが分かります。え同時に血管を広げるための治療、経径的冠動脈形成術 （PCI） を行うこともあります。 この経皮的冠動脈形成術 PCI については別の回で詳しく解説をしていますのでそちらをご覧になってくださいこの検査時間は PCI も含めて1、2時間です冠動脈造影検査は主に頭骨動脈を染死することが多いです検査が終了したらカテーテルを抜去して染死部を圧迫止血することになります 冠動脈造影検査の初見です。この左の写真は過去に国家試験で取材されたものです。えー、太い血管が2本写っているように見えますが、これは1本の動脈が2本に枝分かれしています。冠、え、状、ー、動脈は右冠状動脈と左冠状動脈がありますが、えー、すぐに2本に枝分かれするのは左冠状動脈ですから。 右の,しあの心臓の図と比べてもらえば分かるように、えー、すぐ妊主幹部から枝分かれするのは左ですからこれ,これは左冠状動脈を増やしてるんだなということが分かりますそれでは狭心症の治療薬についてです、えー、狭心症は動脈硬化による冠動脈の狭窄ですがそこに血栓が形成されると心筋梗塞になってしまいますから血栓形成を予防する必要があります そのために抗凝固薬である抗血小板薬を投与されています。また狭心症発作が起きた時には血管拡張作用のある硝酸薬イコールニトルグリセリンを投与します。この硝酸薬には発作時に投与するニトルグリセリンの舌下状と持続性で発作を予防するための添付薬があります。ニトルグリセリンについてはまた別の回で詳しく解説をしていますのでそちらをご覧になってください。 これらの薬を投与されていますから抗凝固薬の効きすぎによる出血傾向や硝酸薬の効きすぎによる低血圧そういった副作用に気をつけて看護をする必要というのがあります。それ以外のの心症の治療です。先ほど述べた経費的冠動脈形成術 PCI はカテーテルを冠動脈の狭窄部位に挿入して血管を拡張する治療です。 肝動脈バイパス術 AC バイパス術は肝動脈の狭窄または閉塞部位より遠位に内胸動脈などをグラフと移植して吻合し血流を再開させる、えー、手術の治療法のことです不安定狭心症というのがあります一般に老サ性狭心症の共通発作にはニトルグリセリン舌下状が有効で,です 狂心症の中には心筋梗塞に移行しやすく注意が必要なものがあってそれを不安定狂心症と言いますまず狂心症の症状が最近3週以内に初めて発症した場合は心筋梗塞に移行しやすい不安定狂心症です初めて起こした狂心症発作はもうそれだけで不安定狂心症なわけですまた発作が 増悪している狭心症も不安定狭心症で心筋梗塞に移行しないかどうかの注意が必要です。また、ニトログリセリンの効き方が悪くなって痛みが消えにくい場合も不安定狭心症で気をつけなければいけません。はい、国家試験には確実に合格する学習方法があって、このチャンネルでは「ラーニングするディスカッション」の頭文字を取った LTD ですよと教えています。 国家試験には合格必勝の発足があって、それはみんなが知っていること、あなたも知っていれば確実に合格しますよということです。逆にみんなが知っていること、あなただけが知らないと、あなたは不合格になってしまいます。LTD をしていれば、絶対にそんなことがなくなるので、確実に合格できるわけです。また、LTD は記憶の三原則にも非常に有効で、理解して覚える決め、短期記憶が長期記憶に変わって忘れなくなる保存、思い出すことができる早期のことです。 学習効率が非常に良い LTD について詳しく知りたい方は学習方法の回をご覧になってくださいそれでは今回の復習をしましょう SNS で今回学んだことを発信すると皆さんは早期の訓練をすることになるので記憶に保存されて忘れなくなります TwitterInstagramFacebookYouTubeLINE など何でも構いませんあなたの学びでクラスメイトもあそうやって覚えたらいいんだと決めることができてとっても喜んでくれます その時には是非「ハッシュタグ鈴木森生チャンネル」「ハッシュタグ老咲性狭心症」とつけてくださいお願いします最初に虚血性神疾患が生活習慣病であるということについて説明してくださいそして心筋梗塞と狭心症の違いを説明してみましょう狭心症の検査について説明してください過去の国家試験必修問題に 発作性の胸内顧問を伴う共通で最も疑うべきものはどれか、えー、という問題が出ています、ね。当然、これは狭心症になります、えー。過去の状況設定問題です。この問題文の中のアンダーラインがついているところは、えー、私が引いたものです。えー、皆さんも国家試験を実際に受験する場合には、 状況設定問題では大切な部分アセスメントに必要な部分と思うところにはアンダーラインを引きながら読むようにしましょう55歳の男性営業職10年前に定期健康診断で高血圧症と高脂血症と指摘され薬物治療を続けていた2年前から階段昇降時に胸部圧迫感を感じていた今朝駅の階段を上ったところ共通と息苦しさとが出現し 労作性狭心症の疑いで入院した。身長170センチ、体重84キログラム、脈拍数84回毎分正、血圧162の80ミリメートル水銀中、入院後の12誘導心電図は正常である。血清クラチンキナーゼ CK、AST-GOT の上昇は見られない。この問題をまずアセスメントしてみると、 高血圧と脂質異常症の起用があります。これらは動脈硬化症の危険因子ですから動脈硬化症がある可能性が高いと分かります。えー、階段症候時の胸部圧迫感があ前からありましたから老作性狭心症の症状がすでに出現していた可能性が高いと思います。今朝駅の階段を上って共通と息切れがありましたから老作性狭心症の共通と、えーまあ、軽度の、ね、心不全症状があるんだろうと思います。 身長1 7 0ンチ、体重8 4キロですから、肥満が間違いなくあって、血圧からも高血圧があるということが分かります。もしかすると肥満が高血圧や脂質異常症の原因であるとも言えます。安静時心電図が正常であることと、CK 値、AST 値が正常であることから、心筋梗塞は起こしていないなということが分かります。さあ、 入院直後に行われる処置で適切なのはどれかという問題が出ています。はいえー、これは1番のの心電図の持続モニタリングですよね、えー、安静にしている時には狭心、えー、症は起きないわけですけれども、えー、入院中に狭心症多さを起こさないか、ね、場合によっては不安定狭心症ですから心筋梗塞を起こさないかと。 ととといいううここをチェックすするためににも心電図の持続モニタリングは必要ということになりますそれに対して残り中心静脈圧の測定や動脈ラインの確保や大動脈内バルムンパンピング入院時に心不全や心原性ショックの所見はありませんからこれらはあ、ね、すぐにやる必要はないということになります翌日の午前中に冠状動脈増えを行うことになった。 事前の説明で適切なのはどれかという問題が出ています。はい、えー、答えは検査後、専脂部の圧迫止血が行われるということになります、えー。局所麻酔で検査は行われますし、あくまでも検査ですから、えー、息苦しさが改善されるわけではありません。えー、ただ、ね、PCI を、ね、同時に行えばあ症状が良くなるという可能性はあります。はいえー、造影用カテーテールは あ検査終了後に抜去してそこを圧迫止血することになります。え容体は安定し退院が決まった、えー。退院後の生活指導で適切なのはどれか。はい、えー、共通が出現したら救急車を呼んでくださいではなくて共通が出現したらまず処方されたニトログリセリン舌下状を投与してくださいになりますよね。はい、えー、老彩性狭心症ですから階段の症候はしないのではなくて えー、発作を起こさない程度に、ねえー、休みながらできるということになりますよね。はい、塩分は1日 7g 以内を目指してくださいですが、えー、当時はこれが正しい答えでしたただ、えー、現在では高血圧の患者さんに対する食事指導は塩分は1日 6g 以内なのでこれは忘れずに覚えておきましょう。 はい、最後、タンパク質を制限する人っていうのは腎障害のある人ですよね、または、えー、肝硬変の非代償期、コアモニア結晶があるときということになりますけれども、まあ、高血圧はありますが、特に腎障害の所見などないので、これは意味がないということになります。はいえー、過去の国家試験問題です。老子性狭心症の患者に対する生活指導で適切なのはどれかという問題です。 はい、これは3番ですよね。動いたら休む習慣をつけるよう心がける。ねえー、動き続けてしまって、えー、心筋酸素消費量が増加したときに、えー、一過性心筋拒血による共通発作、狭心症発作を起こしてしまうわけですから、ある程度動いたら休む習慣をつける必要があります。はい、ニトログリセニンはね、えー 定期的に使用するものではなくて、発作時にば数分舌下投与するものです。狭心症による共通の持続時間で適切なのはどれかという問題が出ています。これは、えー、5分を選ぶといいと思います。ねえー、安静にすることによって、えー、心筋酸素消費量が低下すれば数分ぐらいで、えー、共通は収まるということになります。 心症の治療に用いいいる薬はどれか2つ選べという問題が出ています、はい、まず5番の硝酸薬これはニトルグリセリンですから発作時に舌下投与します、はい、4番の抗血小板薬は、えー、血栓形成を予防して心筋梗塞が起こらないようにするために投与されるものです、はい、また状況設定問題ですアンダーラインは私が引きました A さん56歳男性はコンビニエンスストアの店長で、えー、自動車を運転して通勤している不規則な生活が続きストレスがたまることも多く十分な睡眠がとれないこともあった、えー、荷物を運ぶ時に胸部の圧迫感が繰り返し出現し受診したところ狭心症が疑われたため検査をすることになった脂質異常症の起用がある、えー、この文章から分かることはストレスや えー、十分な睡眠が取れない、休養、ストレスが多いことや休養がないこと、ね、という生活習慣病だなということが考えられて脂質異常症の起用から、えー、動脈硬化があるのではないかなと考えられますし、えー、老寿時の胸部の圧迫感が繰り返すというところで、えー、老寿性狭心症の発作を起こしているのではないかなと考えられることですよね。えー、A さんの運動不可心電図検査。 トレッドミル運動負荷試験の結果を示す、えー、この時の心電図の所見で適切なのはどれかという問題です、えー、実際に出ている心電図です上が発作時下が安静時でどこが違うんでしょうかそうですね、えー、発作時に ST 低下があるという典型的な労作性狭心症の、えー、運動負荷心電図検査の所見ということになります A さんの経過は順調で、手術後4日に退院することになった。A さんは家に戻ってもまた症状が出るのではないかと心配ですと話した。A さんに対する退院指導の内容として適切なのどれか2つ選べ。まあ、これは実は PCI をやっているんですけれども、経緯的肝動脈形成術をして成,形あの成功して退院される A さんに対して、えー、どんな指導が必要かということですよね。これはあの普通に、 狭、ね、心症の普通の指導を考えればいいわけです。はい、まず一つは3番、睡眠時間を確保しましょうですよね。虚血性心疾患は狭心症も心筋梗塞も生活習慣病ですから、ねえー、まず生活習慣病、ストレスの原因になる睡眠不足等はあ絶対に改善しなければいけないということになります。 はい、もう1つは、えー、次回の外来受診まで重い荷物を運ぶ作業を控えましょう、ねえー。心臓に対する負荷を軽減する必要というのがありますよね、えー。狭心症は心不全の原因になりますし、えー、たとえ PCI が成功しても、ねえー、10%ぐらいには、ね、再発の危険性があるということが分かっています。詳しくくは PCI の回をご覧になってください はいえー、心筋梗塞が発生する危険が高いタイプの狭心症はどれかという問題が出ていますえつまりこれは不安定狭心症はどれかと読み換えることができるわけですよね、えー、一番ろう者によって痛みが起こるのは通常のろう、ね、者性狭心症の症状ですし二番締め付けられるような痛みであるのも通常のろ作性狭心症の症状ですねはい ニトログリセリンを用いても痛みが消えにくいというのは不安定強心症の症状ということになります国家試験には確実に合格する学習方法があります今回の学びが皆さんの役に立ったらぜひいいねボタンを押してくださいまたチャンネル登録もよろしくお願いします今回も最後までご視聴ありがとうございました